ルイージやっていいことと悪いことがあるよ。ルイージやっていいことと悪いことがあるの知ってる？世の中やっちゃダメなことっていうのはね。8階だ。スタジオフロア。うわ、これ絶対面白いじゃん。スタジオ撮影みたいなこと？どういう系だろう。何か映画のワンシーンで使われるようなスタジオなのか、それともこうファッション的な、服とかいっぱい飾ってる衣装室があったりしてさ、モデル撮影とかしてるようなスタジオなのか。これ楽しみだな。わあ、ルイージ怖い。うおー、映画系ね。はいはいはい、モデル撮影の方じゃなかった。回る。いやー怖いな。あれに当たったらひとたまりもないだろうな。え、何これ、宝石かい。すごいな、これ各フロアに適した宝石があるってことだよな。フィルムの宝石ね。今回は鍵があるんだよな。ここにどうやって取るんだ。すげえ暴れてますよ。どうした。え、どうしたのこれ。すげえ、ほらめちゃめちゃ暴れてんだけど。なになに、なんか悪いことした俺。ルイージマンション3、画面端すったら大体何かある説。間違ってないだろうな。わからん、鍵わからんから先に行くか。あら、フィルム撮影。あら、何これ、マリオストライカーズじゃん。やったことないけど、あれだよね、ゲームキューブかなんかであったサッカーで点数入れるより相手潰す方が強いゲームだよね確か。わからん、スマブラか、違う、これはルイージマンション1だ。はあ、懐かしいな。いいゲームだよな。これは怖っ、クッパか、ピーチ、ダークピーチ姫じゃないよね。これリトルマックでしょ。はいはいはい、どういう基準なんだろう。ここに飾られてる絵たちはなんか基準があるんだろうな。ルイージ、やっていいことと悪いことの区別がついてないな。テレビを押せばいいのか。はいはいはい、イベントが済んでなかったんだ。え、まさかまさか これ小山博士の技術だね。モニターからモニターへ移動するゴーゴーカメラじゃん。もう元気なルイージの姿は見れないと思ってました。よかった。レッドホットチリペッパーなら死んでた。あら、映画監督お化けか今回は。なるほどね、バリエーション飛んでるね。楽しませてくれるわ俺を、このゲーム。まだまだ、何、アニメーションが流れてる、すげえ。お化けが奥から近づいてきてあ、リッチアプーなのか。はいはいはい、悲しんでんのかこのお化けは。うおお、どうした、ジョーノーズ、大切なあれをなくしてしまう。どうした、俺が見つけてきてやるよ。まるで仲間。メガホンがあれば何を差し出しても欲しくはないだろう。なるほど、今回のお化けは吸うんじゃなくて願いを叶えてあげる系と。すごいな、バリエーション飛んでるよな。ここに赤いメガホンはなさそう。わ、これはまさかホラーゲーム？ホラーゲームってなんだ？ホラー映画じゃないか？貞子的な感じじゃねこれ。貞子にサッカーボールぶつけて遊ぼうぜみたいな。そういう遊びでしょ。入れるの？はぁ、あ。何か入ってる？船か。イット？やばい、見えたら終わりだ。ルイージ何も見えない、大丈夫、俺まだ見えないけど。まさか、うおお、 CG の凄さ。ナイトメアビフォアクリスマスプラス貞子プラス貞子リングプラスイットって感じだな。うわー、すげえ、ちゃんと雰囲気出すためのあの霧がモシャーってなるやつある。すげえ、あ、この青背景ブルーバックに足してるんだ、さっきの CG を。すごいな、映画って面白いな。もう俺が映画を撮ることは一生ないんだけどさ。テレビの電源を入れると何か起きる。はいはいはい、これで多分電気の中通ってさっき監督が言ったところに帰れるんだよね。帰ってなんかある。これグイージ立たせてさ見たらさ結構いい絵になるんじゃね。あ、なるほどね
操作までできちゃうのか、すごいな。映画の中に入り込んじゃった。主演ルイージだな。まあ当然後ろの背景はブルーバックに合成したものなのでいけないんだけど、ここで覗き込むと、お、ルイージ、こなれたカメラワークだね。プロじゃん。音楽が盛り上がり、まああのなんか思った方向性じゃないけど怖かった。うわー、これはホラーだ。さあ2番スタジオだ。さっきのは1番スタジオ。お、ロミオ、ジュリエット的なそういう感じ？ちょっと違うな。思ったより廃れた城だったわ。ここでもグイージをキャストとして名映画監督ルイージさんの映画が始まるわけだな。映画撮影が。え？おお、おいおい、大変じゃないか。戦争中か、これは。旗が燃やされた。燃やされたっていう表現が合ってるかどうかは別だけど、痛い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 、矢が飛び交ってるな。ウィッチャー3思い出すぜ。まさかまさか、これこのまま中に入って、なるほどね、各エリアをアイテムを持って行き来して映画を完成させるんだ。面白いこと考えるな。これバケツを落とした状態で見るともしかして、ちょっと待って、期待しちゃうな。それは想像してなかったわ、そこまでは。でルイージで回収と。おもろいこと考えるやん。でこれをあの戦争エリアに持っていけばいいんだな。この辺はあれだね、ルイージマンション2のラストステージ、オドロー宮殿のアイデアが生きてるね。ちゃんと色合いがシネマ風になってて細かいよな。ちゃんと画面も16対9になってるし。バシャバシャと、え、お化けが現れんの？それは聞いてないよ。それ映画にいる？お化けが入ってるのもあの監督としては織り込み済みなのかな。おお、なんだなんだ、赤いやつ来る？逃げちゃおう。上に逃げたらあいつら来れないんじゃないか。さすが。あ、でこれをまた火をつけて違うエリアに持ってくんだ。おもろいな、繋がるな。ルージマンション2 3だった。とりあえずそうなると各スタジオに何の映画を撮影してるのかを把握しないとダメだから、あと2つかな。ちゃんと見に行こう。3番スタジオは、お、街の一部分を切り取った感じか。はいはいはい。とりあえずこれテレビつけといて。お？巨大な雲に襲われるみたいなことか。あれがメガホン。はいはいはい、ここにあるんだ。じゃあここが最終目標なんだね。はいはいはい。とりあえずどんな映画になってるのか一回見てみようか。本当に巨大な雲が CG で現れてんのかな。トイストーリー的な感じね。じゃあ開いてみましょう。お、すごいアングル。おお、生き物じゃないよね。あ、待て待て待て、奥に奥に奥に宝の山が。オッケーオッケー。すげえ、お金のことで全然見えてなかったけど壮大な音楽も流れてんだな。さあこの街の風景、3番スタジオはどういう映画になってるんだろう。うわー、思った映画と違う。もっと幸せな雰囲気かと思ったら街が荒れてるんだ。うおー、それ本当の炎？ん？楽しそう。消防隊か。消防隊扮するお化けが火を消して待ってますよと。はいはいはい、いいね。燃える街を背景にお化けを吸う。本丸登場か。めっちゃ怒るやん。でもすぐびっくりするやん。じゃあこの火を持って蜘蛛の巣を燃やしに行きましょうと。そういうことだな。じゃあグイージ君頼んだぜ。お、何か暴れておるぞ中で。
うわー、雲だー。2階、え、炎、そんな近くになかったけど、なんか、ごめん、俺が悪かったわ。ごめん、謝っとこ。あいつは敵なのか味方なのか。これをあげたら返してくれるって言ってたよね。ほい、ルイジ、もうちょい丁寧に扱ってあげたら。めっちゃ嬉しそう。こいつはいいやつだ。え、君、ちょっと待ちたまえ。そこに止まるんだ。え、よく見ると君はなかなかいい顔つきをしているではないか。やっと気づいた。やっと気づいたか。ちっちゃい兄貴よりでかい緑なんだよな。それに体格も悪くないぞ。まあ、でかいからな。え、俺がもしかして本当の映画スターに。最高じゃないか。スターの素質を感じるぞ。私の創作意欲がかきたてられていく。どうした？え、マジでやんの？なんだあれ、ミニチュア？巨大人間になるってこと？ウルトラマン。ウルトラマン的な？え？いや、早速壊しちゃったけど。セット早速壊したけど。おお、本格的。本格的。用意、アクション。ちょ、待って、何の説明も聞いてないし、これ俺悪役じゃないだろうな。そんな気がするぞ。街を荒らす巨人。思ったよりリアル。思った8倍リアル。いい演技ルイージ。それ見えてますよ。なんか今一瞬見えましたよ。大丈夫ですか？うおー、何？本当に戦うのこれ。うおー。すげえ、マジじゃん。何それ。すげえゆっくりの球体が。これダメージ？おお、20ダメージ。君あれやん。ガッシュベルのあいつやん。トカゲの。名前出てこねえ。すげえ遅い弾を吐いてくるけど、威力めっちゃ高いやつ。いたよね。さあ君、怪獣を吐き出したも、そういうこと？いけー。おお、攻めぎ合ってる、かっけー。ただ俺のオバキュームの方が威力が高かったようだな。すると、それを何回も繰り返して敵の服を、衣装をボロボロにしましょうと。そういうことか。把握した。グイジの力もいるのか。グイジ頼む。おお、熱いぜ。二人の力をもってして立ち向かうと。さあ来たぞ、グイジと合わせて立ち向かえ。すげえ今のカメラアングル、かっけえ。なに、さあスターの階段、どうすりゃいいの。 A ボタン連打。スターになるには A ボタンを連打する力を身につけなければならない。これはハリウッドでも常識。ウィル・スミスとかブラピア全部 A ボタン連打が早い。常識なんだよなこれ。ノーマルお化け、かわいそう。かわいそう。ちょっと、助けてあげない、ルイージ。あ、これこそアート。このお化けとの戦いが一番リアルなんじゃねえか？怪獣との対決より。どっちが怪獣だよな、これほんと。カット。素晴らしい映画だ。面白いな、このスタジオエリア。どうしたの？くれるの？うわー、それはいらない。おお、あ、フィルムを大切にしてるのか。トイレ？あ、ちょ、トイレじゃなかった。なるほど、映像を編集してるんだな、早速。おお、本当にいいお化けだった。ルイージマンション、かなり期待に応えてくれる作品だな。ちょっとあいつが編集してる姿見に行こうぜ。
なんでこんな壮大な音楽流れてんの？ルイージ、やっていいことと悪いことがあるよ。ルイージ、ルイージ、やっていいことと悪いことがあるの知ってる？世の中やっちゃダメなことっていうのはね、こういうことなんだよな。嘘だろルイージ。引いたルイージ、俺はお前に引いたわ。